こんにちは、 P さんこと P さんです。今日はゲームをやってるとたびたびね、ゲームの CM が入ってくるんですけど、そのうざいゲームの広告のゲームやっていきたいなと思います。もしかしたらね、見たことがある人がいるかもしれないんですけど、よくこれ、こういうやつ、こういうね CM 入ってるじゃないですか。ゴロゴロゴロっと、でこの人が宝物を取りに行くっていうね、まあ、こんなゲームなんですけど、こちらねやっていきたいなと思うんですが、これ何、別ゲーなんじゃないかなっていうぐらい雰囲気がエジプトなのに武士みたいな。あ、戻ってきました。さて、あ、結構難しいね。これをすると動くね、動くね、敵が。多分まずここで落とし穴を埋めて石を敵にぶつけるのかな。あ、石が遅いのねこれ。あ、もうこれはちょっと積んだっぽいな。水が出て、あら、マグマ固まっちゃうのか。なるほどね、これは確実にね失敗しましたね。一回死んじゃいましょうか。もう一回行きましょう。まずは落とし穴を埋めていくと、であとはこの石ころを敵に当てていく。いや結構遅いな。 OK、 あとはマグマを固めて道を作ると、でこれで、お、危ないな、落ちかけたね。クリアという感じですね。いや、なかなかね、うざい広告だったんですけど、面白いじゃないですか。ん？何何？Pardon me, my liege, but your people are in desperate need of food. なんか世界観がめちゃくちゃだね。和なのか、洋なのか。まあ、とりあえず指示通りね、ボタンを押していきますけども。なんか全く違う2つのゲームを1個のゲームでやってるような感覚なんだが、何これ。全く完全別ゲーな気がしてきましたけど。あ、織田信長じゃないこれ。いや、早くさ、あのパズルゲームに戻りたいんですけど。戻りましょう、戻りましょう。My liege, note that there are many クエスト、まあ、とりあえず指示通りにしないと先に進めないみたいですね、このゲーム。あ、戻れないのか。とりあえず指示通りね、指示通り、指示通りしまして、何この時間。すいませんね、謎の時間ですねこれ。もうサクサクいきましょう。はい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 。へえ、本当にね、全然ね違うゲームが一つに入ってる感じ。いや、早くパズルゲーム戻りたいんだって。あ、戻った。何この時間。まずは敵を倒さなくちゃいけないよね。これでこっちんこして、オッケー。いや、これはねシンプルでした。いや、もう僕はこのパズルゲームがしたいのに。いやー、不思議なゲームだねこれね。これ作った人のね脳みそどうなってるんだろうね。あ、これで戻れるのか。あー、なるほどね。これ結構難しいんじゃない。まずは敵を倒して、落とし穴も埋めると。あと、この下のやつなんだろうね。あ、動くのか。あー、え？あー、なるほどね。
あの下のやつを動かしつつ自分も走っていけば、あーこれ早すぎたか。じゃあもう一回行きましょうか。敵を倒して動かしつつ、あこれだと遅い。もう一回、これタイミングが難しいね。あ、いけたね。これで降りて、足痛そうだね、あんなところから落ちたらね。いや単純にね、このパズルゲームだけでいいんだけど、僕は。お、また難しそうだな。ああなるほどね、これ流し押しっぱなしじゃないと動かないやつだ。あーなるほどなるほど。まずこの紐を置いといて、これ落としてこうか。よし、え、燃えちゃうのかよ捨てときましたあーなるほどな。まずは紐を置いて、この敵を倒、あ、倒す、あ、そっか、タッチパネルがちょっと、さよなら。もう一回チャレンジ。これタイミングが難しいな。置いといてこうだね。で、ちょっと一回ね、待ちましょう。 OK。 ここで紐でジャンプしてぶつからないようにすると、こういう感じですかね。あれ、これやったような気がする。まあいいか。このステージは簡単なんだよな。あ、いいね。僕はこのねパズルゲームだけがやりたいからね。これは、あーなるほどね。まず、え、そうか、これでガードして石ころ。ちゃんと教えてよ。あ、やばいかも、燃えるかも、燃える燃える燃える、危ね。オッケー。どっちかっていうとこれリズムゲーだね。タイミングが重要。まあこれは楽勝でしょうね。これこうやっといて、あとは普通に走るだけじゃない。よっしゃー、いった。よし、次どんどん行ってみよう。お、これ難しいな。まずはこうだよね。で、石ころで埋めて、トゲ刺さる前にこれでジャンプしてと、こんな感じだな。結構これリズムゲーだよ完全。なに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 、また戻されたよ別ゲーに。皆さんこれ同じゲームですからね。世界観がね離れすぎてるんよ。せめてね同じ世界観だったらいいけど、例えばなんだろう、ピラミッドとかね。めちゃくちゃ信長じゃんこれ。よし、戻った。ああなるほどね。まずは棘刺さらないようにしてレッツゴー。で、あ、で戻ってきたときにこんな感じか。よしよしよし、いいよ。いいけどまたなんか変なゲームの方向行ったな。これどっちかにしてほしいね、このゲーム。My leash. There are new puzzle stages with new reward. My leash. You can resolve a certain...作った人さ、本当に間違って作ったのかな。2個のゲーム、バラバラのゲームをね1個にしちゃったみたいな。ちょっと待って、これどういう、あー落ちるとき正座なんだね。
まずこれで埋めて、で U ターンした後にこれを抜くかね。ゲット。あー、何このお姉さん、クレオパトラ。やっぱ世界観がものすごい離れてるよね。信長とクレオパトラとこうエジプトか行ったり来たりしてて完全別ゲーだね。これはもうこうでしょうね。あちゃんとタイミング見ないとダメだった。しまった。よし、これノンストップでいこう。じゃないと火でね燃えちゃうからさ。これよしよしよし。あ、まあこれは普通に行けばいいのかな。火を待って、丸焦げになっちゃうからね。これでビュンっていって、こう。危ない危ない危ない。よし、どんどん行こう。あ、また別ゲーに。いや本当にね、これ行ったり来たりで何ゲーしてるのか分かんなくなっちゃいそう。これ見てる人も混乱するよね。全然広告と違うゲームじゃん。あ、戻った。これこれ、敵が2匹とも倒したいけど、これはまあこうだよね。で1回敵を倒すと、これで。いや、しくじったかもしれない。これは石ころがさ、あー、いや先にこれ下の敵を倒すべきか。ってことだよね多分。でこれで下の敵倒して、ってことは上の敵はもう関係ないということか。はあ、なるほどね。まあ、ということでね、このエボニーというねゲームでしたけど、全然ね違うゲーム感というかね、世界観、2個のねゲームが1個になったようなね、わけのわからないゲームでしたと。いや、もうわけわからん、わけわからん、もう別ゲーよこれ。ということで P さんでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあみんな、またね。